どうもこんにちは。今回なんですけれども DIY の順番を変えてカーテン、これをねつけていきたいなと思ってます。本当はですね、このサイドを木張りにしたりとかしたかったんですけども、ちょっとね思いのほかめんどくさくて、まあこれ後回しにした方がいいんじゃないかなと思ったので、まず先にねカーテンを作ってしまおうと思います。でね、カーテンって言ってもね結構高いじゃないですか。高いのでサンシェードにした方がいいのかなとか、どうやったら安くできるかなとか考えたんですけども、サンシェードだと窓全部を作んないといけないですよね。それはねフロントガラスも作んないといけないので、ちょっとめんどくさいなっていうのと、あと付け外し、多分吸盤とかでやるようになると思うんですけども、毎回ね付けたり外したりっていうのもめんどくさいし、なんかもっと簡単にする方法といえばやっぱりカーテンなのかなと思って、今回はねカーテンを作ることにしました。でカーテンを買うとやっぱり高いので、今回はね布を買ってきました。この穂布っていう、いわゆるキャンバス生地みたいなやつですよね。でですね、どうしても光は透けてしまうんですけども、そんなにね明るくしないと思います。明るくする時もあるかもしれないんですけども、天井のライトが調光式になってます。で調光式になってるので、まあ、そこまで明るくしなければそんなに光も漏れないんじゃないかなと思って、今回はねなるべく光が通しにくそうなこの穂布にしてみました。であとまあいいところとしてはですね、切っても何て言うんでしょうね、この横がほつれにくいというか、ほつれたとしてもおそらくこんな感じになってくれるんじゃないかなと思うので、ここをねまた縫う必要がないんじゃないかなと思って、それもあってこれにしてます。僕レザークラフトもやるんですけど、このね裁縫は本当に苦手なので、苦手というかもう多分10年以上したことがないので、ちょっとねあんまりやりたくないなと思って、今回これを選んでみました。ということでですね、あと必要なものとして、突っ張り棒を一つと、一番最初ねここからやろうと思います。ということでですね、どこにつけるかなんですけども、ここに今穴がありますよね。この穴とこの穴、これがね耐震マットなんですけれども、これをですね、まあこのサイズに切って間にかませようと思います。まあうまいこと言ったらいいんですけどね、だいぶベトベトしてるんですが、これをねこの辺に貼っておきます。で反対側も同じようにします。今回はね突っ張り棒をダイソーで買ってきました。ダイソーでこれは100円のやつかな、65センチから100センチに変わるっていう突っ張り棒です。重さは2キロまで OK と。ぐるぐる回る。はい、とりあえずですね突っ張り棒をつけました。まあ、これぐらいで大丈夫かな、ちょっとなんか怖いですけどね、怖いですけど、まあ一応取り付けて、あとはですねこのセリアで買ってきたハンガークリップ、これを引っ掛けていきます。とりあえず5個じゃ少ないかな、まあ7個ぐらいいっときましょうか。こんな感じで引っ掛けてるだけなんですけど、十分ねカーテンとしての役割を果たしてくれるんじゃないかなと思います。はい、この前の部分ができましたんで、今度はねこっちの横をやっていこうと思うんですけども、横のねどこにつけようかなと考えた結果、こちらのダイソーのカーテンワイヤー、こちらをね買ってきました。180センチありまして、結構ね頑丈そうなんですよ。ゴムでできてるみたいなんですけども、先っぽにねこんな感じで、丸カンがついてます。丸カンっていうのかな、なんかフックがついてまして、こうねねじって埋め込めるようになってます。こんな感じで、でこちらのいいところはですね、180センチあるんですけども、長さを切ることができます。好きなサイズにできるので、これをね今回選んでみました。まあ安いですしね、この辺につけたりとか、あとはこの辺にですねカーテンレールをつけたりとかするのかなと思うんですけども、ちょうどねこの上にフックがかけられそうなところがあります。でこっちの後ろはここにねフックがかけられそうなところがあるので、ここにねかけていくような感じにしようかなと思います。
ということでですね、まずはここにフックをかけます。でですね、長さを決めて、今度ハサミでカットします。切れない、マジか、ハサミで切れない。はい、一応切れましたんで、ここにまたネジを入れていくと。若干ね、緩い感じはしますが、まあこんなもんでいいのかな。とりあえず一回つけてみましょうか。そうですね。ということでですね、こっちのカーテンはできました。なので反対側も同じようにやっていきます。ちょっとねトラブルが起きまして、ここのね突っ張り棒でくっつけてたんですけども、外れたので、このね残ったこのワイヤー、これをねなんとかこう剥がしてみようかなと思います。で、予備でついてるのはこういう風にね、間が空いてないんですけども、これをねこうやって引っ掛けちゃえばなんとかなるんじゃないかなと思います。わ、いい感じ。さあこれでなんとかなるかな。よいしょ、あーなんとかいけそう。いけるかいけるか、頑張れ頑張れ。あ、いけた。これいいんじゃないかな。もしかしたらこっちがいいかもしれないですね。突っ張り棒よりか良くなったんじゃないかな。今ねこんな感じですが、どうです、十分じゃないですか。すげえ、なんかカプセルホテルみたい。カーテンを閉じるとこんな感じです。突っ張り棒いらなかったな。今ねそんなにテンションかけてないので緩んでるような状態ですけど、まあこれで使えるでしょう。このシートベルトの後ろ、ちょっと後ろですね、そこにあるこんなところにフックをかけてまして、これがここに通じてます。でこれが今度は前とつながってこっち側に来ると。でこっち側に来てるのがまたつながってここにつながってます。これだけですね。この3つでとりあえずはカーテンワイヤーが2つ、カーテンワイヤー2つに、カーテンフックが16個っていう感じです。ちょっとですねこれが出来上がったもんで嬉しくてその辺を走ってきました。でどうしてもねカーテンが広がるのが気になったのでクリップで留めてます。これはねダイソーで売ってたものでカーテンクリップレトロ調というものです。まあこうやってねまとまってれば気にならないんじゃないかなと思います。ということでね、今度は後ろ行ってみましょう。でね後ろなんですが、どこにくっつけようかなと思ってまして、まあねパッと見考えつくのがこれかなと思います。これとこれ、ただちょっとね高い位置にあるのでどうなのかなっていうのがあって、それよりかはこの辺がね狙い目なんじゃないかなと思います。反対側にも同じようにあるので、とりあえずねここで合わせて作ってみようと思います。はい、同じようにですね後ろもやってみました。こんな感じになってまして、まあ、ちょうど隠れてるかなという感じです。で、端っこに関してはですね、こんな感じでもうフックに引っ掛けてしまえば、これから動くことはなかなか難しいんじゃないかなと思います。こんな感じでですね、結構引っ掛かるので、まあ、気がついたらずれてるといったことがね、あんまりないんじゃないかなと思います。どうしてもね切り口が汚いですけども、縫う手間を考えたらこれでも全然いいのかなと思います。さあそんな感じでですね、今回作ったカーテン
こうなってまして、こういう風になってます。でね、こんな感じです。どうしてもね、この横が開いてしまうので、まあこのクリップでこうね、シートベルトと一緒に止めてしまうという手もあるんですけども、まあ、この上はどうしても開いてしまうという感じなので、これまたダイソーなんですけども、こちら買ってきました、強力マグネット。まあこういったマグネットをですね、まあどこでもいいんですけど、ペタッともうこの辺は見えなくなりますんで、これで十分じゃないかなと思います。なんかそんなに変な感じもしないでしょう。まあなので、この辺にもペタッとで、使わないときはペタッとしとけばまあいいんじゃないかなと思います。まあ、この後ろの方とかもですね、この端っことかペタッと、こっちにもペタッと貼っておけばいいのかな。ということでですね、こんな具合に出来上がりました。で最後ね、一番後ろの窓なんですけども、ここをねカーテンにしちゃうと、もうカーテンに囲まれてるような感じになってしまうので、ここにはねカーテンをつけてません。カーテンをつける代わりに枠を取って、アルミシートと木を貼り合わせたもの、この辺をね貼っていこうかなと考えているところです。